はい、えー、岸田総理が強引に秘書官に採用した岸田総理ご自身の息子さん、岸田翔太郎氏がこの度岸田総理に叱られました。まあ、この10月なんですけども、岸田総理が、この先ほどお話ししたようにね、実の息子を無理やり首相秘書官にしたことで物議を醸し出したわけなんですけども、全くもってね、困ったことにこの息子さん、ハニートラップにやすやすとかかって国家情報を漏えいしてるんですよね。 で、この、裏付けっていうのは、フジテレビの、山際辞任、ね、フジテレビが報じた山際大臣の辞任など、その他によるものですけども、フジテレビのね、女性記者が翔太郎氏に接近して、で、ベラベラと翔太郎氏が話してはいけないことを喋っちゃったということで、えー、官邸や首相の発表の前に、メディアが知っていたというところから、足がついたそうです。で、これによるとね、 翔太郎氏がハニートラップにかかったというよりも、翔太郎氏自身がスパイ活動してるんではないかなということなんですが、残念ながら日本にはスパイ活動を防止する法律がありませんので、罰することができません。まあ、いわゆるね、お父さんがダメよって言ったぐらいで済んじゃうわけなんですよ。またですね、実の息子がこんなことをしでかしたというふうに、えー、世間にバレたらね、お父さんも立つ手がありませんから、まあ、必死でこの隠蔽工作をしているっていうところなんですけども、 もうこれはね、どうしようもないところにまで行っております。まあというのがね、翔太郎氏は翔太郎氏自身に、えー、持ちかけられた時にね、どうも噂だよね、お父さんがハニートラップにかかった証拠の画像があるよと。これを世間に公表されたくなかったら、あどうかお前の知り得る情報を USB にダウンロードしてこっちに渡せというふうに言われたんではなかろうかというふうな無責任な噂があるわけですよ。あくまで無責任な噂がね。まあ私はそれをうのみにはしていませんけども、疑ってはいます。 そのぐらいのことは積極的にやりそうですからね。えそして、その USB を渡せと言ったのは、当然中国共産党の皆、皆様ということではなかろうかということですね。もしくはアメリカ CIA エージェントか、どちらなんでしょうね。まあ、こういうふうなね、話題が、尽きないわけですけども、記事にはね、どういうふうに書いてあるかというと、許されない集文が報道されて、翔太郎首相秘書官を通じて、テレビ局の女性記者に情報が漏れたという集文を、 政治情報誌が大きく報じているということですね。事実関係は藪の中ですが、官邸は大騒ぎになりました。確かにこの2ヶ月、政府発表より先に人事や法案情報がメディアに漏れた事例がいくつもいくつもいくつもあったわけですよ。この経路っていうのは翔太郎氏を置いて他にないわけですよね。まあですんで、疑いは確信に変わりつつありますが、まあ真相はともかく岸田総理は情報管理を厳格にしろと、翔太郎秘書官を厳重注意。 改めて緊張感を持って職務に当たるよう強く求めたと聞いておりますが、まあ、ご自身の息子さんが可愛いのもわかりますけどもね、それはね、YouTuber さんを秘書官にした方が今の時代いいんじゃないですか情報の、うん、操作能力とか、それから判断能力は、やっぱり YouTuber さんの方が優れてますよ。え世相のうっ晴らしなどをね、参考にしていただいて、あの、チャンネルを運営している方を、 どうかね、首相秘書官にした方が、まともな政権運営ができるんではなかろうかと思いますが、いかがでしょうか。